皆様、どうも、こんにちは。メイントスです。というわけで、今回はドントスクリームをね、声を喋りながらやったら一体どうなっちゃうの、ミントスということでね、それを早速やっていこうと思います。マイクキャリブレーションの方なんですが、まあ、これくらい喋ってたら問題はないと思うので、これくらいの声で喋れるように、今回は設定して、これ以上やるとね、これくらいやるとって言ったらなってしまうので、すいませんが、10% の方でね、やっていこうと思います。ちょっと大きく聞こえるかもしれませんが、そこはご了承くださいませ。というわけで早速やっていきましょう。いや、何をね、このボソボソ喋りながらこのウォーキングシミュレーターどうしようかなと思ったんですけど、まあ、前回ね、あの生配信の方でこちらですね、こちらの方に行ったんですが、こちらを確認して、まあなんか森があると、特に何もなかったですね。で、後ろ側に家があると、となると左かなと思わせといて、右かなと思わせといて、やっぱ左に行こうということですね。というわけで今回はこの左の方にね、やっていこうと思います。いやー、マイクのね、音をね、どれくらいまで設定するかって考えたんですけど、一回なんかあの声を入れてやってみようと思って2分間ぐらいやったら、そのあまりにもボソボソというか、その 30% ぐらいのところで喋って3分間ぐらいやったら、あの声がそもそも全く入っていないという恐ろしいことが起こってしまって、これはダメだということですね。はい、そういうことになってしまったので、今回はですね、はい、しっかり声が一応ね、入ってるんじゃないかと思われる 10% でね、挑戦していこうと思います。ですが、私のボソボソした声というのは、非常に聞きづらい可能性があるので、お聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いします。これ何ですか？なんか空き缶とかありますね。空き缶とかあったりなどなど。いや、こうやってね、キャンプで遊んだ後に、ゴミの後始末をせずに帰ったんでしょうね。非常にダメですね。ちゃんと山で遊んだ後はゴミのね、掃除をね、やっといてほしいとこではあります。おっと、来ましたね、この自販機。もう自販機あるところに絶対に何かありますからね。いつもパターンで言うと、美味しそうなコーラですね。もうコーラってもうどれくらい飲んでないか覚えてないぐらい飲んでないですけど、さあ行きましょうか。なんか早速家がありましたね。前に家というか小屋というか、何でしょうか、ここ。小屋ではないな、なんか物置小屋ですかね。いや、小屋か、小屋じゃねえか。物置小屋ってただの小屋なんだよな。はい、なんかいろいろあるんですかね。ちょっと中入ってみましょうか。あ、物置小屋っていうか、なんかですね、人の肉が転がってて、何か肉がきれいに削ぎ落とされてますね。何かの自主的なものが行われていたのかもしれませんね。運ばれてますね。生存者の確認などはしたいのですが、生存者の方がいるようにはちょっと見えないということなんでね、多分特に人はいません。あ、なんかあれですね、すいません、何でしょうか、これ。牛か何かの肉ですね、これは。そしてこの左になんか扉ありますね。こう扉の中も一応チェックしましょうか。なんかあるんでしょうか。こんにちは、元気ですか。返答がないので多分元気じゃないみたいですね。じゃあ出ましょうか。さてさて、今回じゃあ左の通路はあれですかね、これがあったんですかね。あ、いつものなんかですね、ライトがありますね。ああ、木が倒れてるだけですね。で、まあちょっと大きいホタルが
いるんですかね、おっと。なんかこれはいつもと違う何かが待ってそうな場所にやってきましたよ。一体何ですか、これ。車も置いてもトラクターですか。ははは、はトラクターの前になんか本当に家がありますね。この家何でしょうか。なんか周りに誰かいるんでしょうか。こんな感じのね、家があります。じゃあちょっと入っていきましょうか、ここに。家の中ね、歩いてる時間。まさかの開かない。まさかの開かないであります。せっかくなんかね、家の中、なんかルームツアーかなんかしようかと思ったんですけど、まあ開かないんだったらどうしようもないので、今回は諦めようと思います。と、そんなことで諦める私ではありません。どこか入れるところ、ああ、なんかまた声してんな。ある可能性が高いので、ちょっとね、見ていこうかな。なんもなかったわ。ダメらしい。あ、なんか向こうちょっと光ってますね。あれ、なんでしょうか。何かあるんでしょうか。ちょっと向かっていきましょうか。なんか、ハザードランプか何かが光っているのか、それとも人をおびき寄せる何かなのか、はたまたそれ以外の何かなのか、ちょっとわからないんですが、あ、なんか獣が走ってきましたね。ああ、矢印ですか。前回なんかね、矢印あって、ケバブ交渉があった時は、なんか左の方にね、なんか指し示してる矢印があったので、今回は右に向かって矢印が差し込んでいるので、もしかしたら何か変わったものがあるのかもしれませんね。一体それが何なのかはわからないですが、とりあえず見ていこうかなと思います。何ですか、これトラップハウスですか。なんか謎の飛行機ですか。なんか謎のドラム缶の朽ち果てたような、さすがにドラム缶ではないですね。なんかありましたね。これ飛行機ですね。前回見た飛行機よりもだいぶ小さめかもしれませんね。あまり大きくない感じがしますが、この中には誰かが住んでいるんでしょうか。少しだけ見ていこうと思います。前回の記憶から考えると、ああ、やはり特に何もないですね。あんまりね、何もないんですよね、ここら辺。なんなら、このプロペラ部分に人が突き刺さっているくらいが、多分ちょうどよかったですね、今回は。少々インパクトに欠けてしまってたっていう感じがしますね、今のは。それでは、さらに奥地へ向かっていこうと思います。なんだかんだよくわかんない話をしていたらもうすでに8分ですが、この調子でどん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 奥へ行こうと思います。先ほどから前から来る何かとか、明かりがちらちら見えているので、もうなんか今足がすり済みましたね。沼かなんかがあったんでしょうか。女性の叫び声がありましたね。これ、何が怖いかって、女性の叫び声や他の人の声が聞こえるよりも、自分以外がこの中に入っていこうとしてるっていう思考回路があるという点の方がよほど怖いですからね、どう考えても。それ考えると、ここ、やばすぎっていう顔になりますね。
これは前回生配信で見たケバブ小屋に行くための矢印と同じものがありましたね。あ、でもちょっと看板が大きいかな？いや、変わんないわ。一緒ですね。特に変わりはないですね。多分なんですが、全く同じ場所だと思うので。まあ一応、あれですね。もしかしたら違うお店かもしれないので、なんか声がしましたね、横で。甲高い声でしたね。行ってみましょうか。さて、ああ、絶対一緒ですね、これは。ね、この中にね、なんか人がいっぱい吊り下げられた、なんかコンビニみたいなやつがあって、人肉コンビニ。まあ、俗称、まあ、ケバブ屋って言うんですけど、まあ、ケバブ屋が中にある感じですね。気になる方はね、ちょっと生配信の方でね、結構ちゃんと見てるのでね、まあ、見ていただければなと思います。わあ、なんか前から飛んでてびっくりした。もしかして今の飛んでいった人の首？あれ？なんか体と顔がちょっと合ってない感じしますけど。そんな感じなんですね。ああ、完全にここですね。まあ、ここに関してはですね。まあ、特に面白い部分がここなかったんで。なんか中でね、なんか驚かし要素とかあったらね、なんかもう一回入ろうかなと思うんですが、まあさほど何もないので、今回は外周の方をね、ちゃんと見てね、行こうかと思います。もしかしたらね、あの外周の方に何か前回生配信で見落としていたものがある可能性があるので、ちょっとね、外周周り回っていこうかなと思います。特に変わりないかもしれませんね。うん。やはり特に何もなそうですね。もうちょっと何かあったりとかするとね、出てくると思うんですが、多分こっから見たらわかるんですけど。ああ、全く一緒ですね。なんかすごい暗くて見づらいんですけど、ちょっとなんか前で今、なんか人が揺れてましたね。まあシャッターのなんかこう上がったり下がったりする音するんですけど、特に触ることはできないので、それではコマで前に行ってあと5分間で何が起こるのか見ていこうと思います。いやでも本当ね、あ、また女性ですか。これ操作また顔面フェイスアタック来る可能性ありますね。これさ、すごい今更思ったんですけど、カラスなんか下からわーって来てるじゃないですか。冷静に考えたら前から飛んでくより地面の中からカラスが出てくるって考えたらめちゃくちゃ怖くないですか。私、なんかね、引き紙とかね、そういう類のものかなって思うけど、あ、なんか井戸があるぞ。この井戸は何か出てくるんじゃないか？さすがに。いろいろチェック。あの井戸埋められてますね。まあ、声はするけど、特に何も出てこなかったね。なんか、どうせだったら、井戸からね、なんかこう、パッて、手が出てきて、そのまま、ずるって、周りのカラスね、一掃して、あ、血がこぼれてる。他にも周りに何かあるんでしょうか。血がたくさん流れてますけど、今、すごい近くで、火の
倒れる音しましたね。こんなに近いの初めてだな。でもあんなになんか近くで倒れた音したのに音がしないっていうのが余計怖いですね。一体何があって、あれなんか戻っていっちゃってる、もしかして、もしかしたら方向音痴、あ、すいません、今本当に前からなんか聞こえたんですけど、なんかちょうどまばたきしてて、うわなんか見落としてしまったって思っていて、それについて一生懸命説明しようと思って、わあまばたきしてたって言おうと思ったら、また新しいやつ飛んできて、うん、ちょっとテンポ早すぎるってやりましたね。ちょっともうワンテンポくれないと、ちょっとね、あ、説明しなきゃっていう頭の中の気持ちを言葉にしてる最中に前から来るから、なんか普通に今わって思ったのに逆に反応できなかったですね。ちょっとテンポが早すぎましたね。ちょっと待ってくれと、まあそういう感じですね。はい、というわけで残り3分となってますね。あ、ちょっとなんかこの木珍しいですね。これ見たことないですよ私。いや見たことあんのかな、気づいてないかな。まあ木の形とかね、まあそういう木ってそんなに覚えてないから、もしかしたらどこかで見たのかもしれませんね。それじゃあどんどんね奥の方行こうと思います。ああ、野生ですね、怖いですね。やっぱ野生のイノシシとか、やっぱりその暗闇とかでもやっぱ読みが効くじゃないですか。なんかリアルとかでもね、こう前からバーッと走っていって、なんかプチ当てられたらどうしようっていう感じしますよね。山とか入ったら貴重な食料であることは間違いないと思うんですけど、あの画面が全然見えない、なんか周りで音はするんだけど、なんか暗すぎて分かんないですね。これなんか画面の切り替えの演出だとは思うんですが、なんか両手広げてこんにちはっつって元気のいい女性の方が突っ込んできましたね。まあ元気があることはいいことなんですけど、ちょっと牙が長すぎるので、ちょっとあの金属ヤスリかなんかでちょっと歯磨き、そうですね、金属ヤスリがついたちょっと歯ブラシをね、あの送ってあげたいかなと思います、あの女性の方には。この画面の切り替わりのなんかこうモヤモヤっつってなるシーンが一番個人的には、え、何が起こるんやろって感じしますね今のところ。実際なんかあの時間が長ければ長いほどなんかすごく不安になりますね、この画面本当に分かんないから。あ、なんか近くで音するな、もしかしてなんか出てくるのかな。すげえ広いとこ行っちゃった。もしかしたら道がないところに突っ込んで行っちゃってて、で画面の切り替わり、あー雲たくさん、あんなにたくさんの雲来ると、あの雲恐怖症の方とかいらっしゃると思うんですけど、多分雲恐怖症の方だとやっぱりどんなホラーの映像よりも大きな雲が前からわーって来る方が絶対怖いですよね。これそう思うと、でもこうやって、もう、なかなか分からない女性の方が前から歩いてくるっていう記憶の方が、YouTuber 的にはめちゃくちゃ怖いですね。これ大丈夫かなっていう。本当にそこですごいドキドキしますね。だから、ジャンプスケアって言うんですか？こうね、驚かすのにこう顔がパッて出てするよりも、そういうところの方が怖いですね。ああ、もうこれからも全然怖くないですね。こうなってくると。安全安全って感じですね。あ、なんだろう、これ、船もあったぞ。え、船全然知らないんだけど。どうやら船の近くまで来てたみたいですね。一体この船のが一体何がと思うけど、でも基本的になんかこのゲームって中に入れないから、まあ多分そんなに関係ないんでしょうね。ああ、船の守り神。ウィンディーニの過去の姿、未来の姿って感じしますね。はい。
いやー、びっくりしましたね。本当に。いやー、ボソボソ喋るのって大変ですね。なんかこう、普通に声を出したいのに、声を出せないっていうのがこんなに辛いなんだっていう感じがね、もう、すごかったです。まあ、もう本当に声がドーンって出そうでしたね。まあ、怖いっていうか、喋る声を出したかったんですけど、まあ、そこがね、待ってすいません、ちょっと。はい。できませんでしたが、ボソボソ喋りながらやるの、やってみてほしいというね、声がね、生配信中でもあったのでやってみたんですが、どうだったでしょうか？楽しんでもらえたんですかね？ということで、はい、今回はこれにてドントスクリーム終わっておことです。というわけで、またアップデートがあったらドントスクリーム遊んでみようと思います。というわけで、またよかったら見てください。ミントスでした。またね。よければチャンネル登録もお願いします。See you!